今日は石目屋村に来ています。水陸要領バスに乗って石目屋ダブルエクツアーに参加していきたいと思います。それでは行ってきます。手続きしてきました。そしてこちらの記念カードがもらえます。4つ集めると津軽ダムのオリジナル手ぬぐいがもらえるそうです。ぜひ4つ集めて手ぬぐいをゲットしてみてください。それでは乗り込みたいと思います。行ってきます。おはようございます。どうぞお願いします。はい、大丈夫ですか。はい、お座りください。いいので、はい、ここに乗り込みました。今日は特別運行なのでいいルートを回れるそうです。扉が閉まりました。それでは皆様おはようございます。ようこそ西宮村にお越しいただきました。私がせーのと言ったら船が出るぞと元気に出発していきます。はい、では行きますよ。せーの、船が出るぞ。行ってきます。行ってきます。行ってきます。はい、元気な船が出るぞの掛け声で水陸両用バス津軽白神号出発です。今橋を渡り始めまして、目上げ大橋、左側も大変美しいんですが、その目上げ谷が右の奥の方にあります目上げ橋から上流3キロにわたって続いていくのが目上げ谷となっております。今の西目屋の山々の風景はみずみずしいフレッシュな若葉、新緑がもっこりキラキラと目にも鮮やか。そしてこれから向かいます津軽ダムの名物も今の春ならではの緑の湖面をお楽しみいただけるかと思いますので、どうぞお楽しみに。それでは西宮村のパワースポット仁岡滝をご紹介します。滝はほとんどここから見ることできないかなと思うんですが、サラサラと絹糸のように流れ落ちる33メートルの高さからの仁岡滝、左側の赤い鳥居の奥、33メートルの高さから流れ落ちます。ここ前に車止めて近くまで仁岡滝上の方を登って間近でご覧いただくことができます。右の奥の方に切り立った岩肌に穴がいくつも開いております。鷹の巣を作った鷹の巣です。今ここに鷹が住んでいないと言われているんですけれども、その昔ここには大きな鷹が住んでいました。その鷹は村の人たちはもちろん農作物にも一切危害を加えなかったことから、村の人たちはその鷹を神様として大事に守っていました。もしかしたら今もどこからか村の人たちが訪れている皆様方のことを見守ってくれているかもしれません。秋は大変紅葉の美しい名所です。石目屋村の紅葉の名所、鷹の巣です。10月半ばくらいから紅葉は石目屋村見頃を迎えていきます。それでは西目屋村発祥の地と言われます村市集落に、これから左の前の方見えてきます。村市集落、全国のテレビでも取り上げられた注目の景色となっております。何が珍しいかと言いますと、屋根の色にご注目ください。西部屋グリーンと名前が付けられております。ブナの若葉をモチーフにしたカラーです。これは西宮村上空飛行機が通過するルートです。西宮村は9割が森林です。ほとんどが緑ですので、飛行機から見下ろした時に緑豊かな西宮村がより綺麗に見えるようにという村の政策となっております。2016年10月に完成いたしました。高さ 97.2メートル、幅 342メートル、周りの山々は白神山地です。
していきます。一つ目のトンネルを過ぎると、右側に初めて名古屋が見えてきます。一つ目、三つ目過ぎまして、最後の三つ目のトンネルを過ぎると、目の前に名古屋が広がっていきますので、どうぞお楽しみに。ここから、ここから、ここから、この長い坂を降りていきまして、下で一度止まって準備があります。お客様のお座席の下に1枚ずつこのライフクッションがございます。今は取り出さないで場所だけご確認ください。万が一の時には脇から腕を通して指を組みます。船長が飛び込めと言ったら、このオレンジのクッションを上にして浮かんでいただくと救助ボートが待機しておりますので、皆様を救助いたします。まあ、ただ今年で8年目ですが、これは一度も使ったことありません。長い坂道を降りまして、さらにこの先水陸バス専用の道路に進みます。水陸バス専用の道路に入りまして、一度止まって船に変わる準備を行います。船に変わる、やば。船長からOKが出ましたら、私が3からカウントダウンしますので、3、2、1、レッツスプラッシュで湖に入っていきます。湖に入るとき大変衝撃がありますので、荷物など飛び出さないようにしっかりとお抱えください。船長から OK が出たら、いよいよレッツスプラッシュです。はい、では船長から OK が出ました。レッツスプラッシュでお願いします。3からカウントダウンします。3、2、1、レッツスプラッシュ。あー、結構速い、結構速い、結構速いスピードか、やば。あー、すごい。3、2、1、レッツスプラッシュ。あー、結構速い、結構速いスピードか、やば。あー、すごい、なんか入りました。わー、はい、もうダムです、ダムです。やば、加速やば、バスが泳いでいきます。バスが泳いでいきます。穏やかな勢いよくザグルと湖に入りまして、この水陸バスは船としてもうすでに前に進んでおります。車のエンジンから船のエンジンに切り替わって、後ろ船尾部分スクリューが回っております。ここからは船の法律、船舶法に従って操船していきます。船に変わってから皆様にお願いがあります。シートベルトを外してください。皆様、赤いボタンを押してシートベルト外していただきます。これは湖の上で万が一転覆が逃げろうという時にベルトしていますと、立つことも逃げることもできませんので、シートベルト外していただきます。湖です、湖です。左側ご覧いただくと、ダムの水の中から杉の木が何本も透けている姿が見えております。今年で8年目のこの津軽ダム、比較的まだ新しいダムで、今しかこの景色は見ることができないと言われています。もう間もなくこの景色は見られないと言われています。ダムの水に浸かっている木ですので、根っこが腐ってどんどん倒れてなくなってきています。最初の方の年はもっともっと本数があって青々としたんですけれども、青々としていたのがもう本当にね、スカスカな状態となっています。ダムの水から杉の木が突き出ているこの風景は、もう間もなく見ることができなくなると言われています。
しまして、また皆様から見えてきた景色も違った風景が広がってきたかと思います。目の前に見える山々は白神山地の山々です。世界自然遺産のエリアはもっとずっと向こう側になるんですけれども、目の前に広がります雄大な白神山地のこの景色をご覧いただきながら、もう一曲聴いていただいてクルージングをお楽しみください。この後10月末までの運行になります。今日少し風はありますけれども、風が全くない時には湖面上が鏡のように山々が映って、それもそれは大変美しい景色を見ることができる時もあります。大体紅葉の西目油見頃は10月半ばぐらいからになります。ただその頃ともなると本当に寒いので、お客様には真冬のしっかりとした防寒着を準備いただいています。これは車の基準と船の基準の両方を満たすためには、ここに窓ガラスはもちろんビニールシートもかけることができないという厳しい規則がありまして、このように窓ガラスは水陸バスはありません。上陸するとき少し揺れますので、皆様お気をつけください。シートベルトは上陸してからのご案内となります。船体が風に流されないように、陸に近づいてきました。舵取りをしながら、まもなく陸に上がります。船長が準備をしています。華麗な舵さばきです。近づいてきた。レッツスプラッシュが終わってしまいます。有意義な、まもなく上陸です。ダイヤが地面につきました。バス感ある、バス感ある。操船レバーを動かしてアクセルを踏んで陸に上がりました。ゴトゴト、もう無事帰ってきました。面白い、すごいな、初めて乗った、すごっ。はい、無事に上陸いたしました、はい、では再度シートベルト着用をお願いいたします。津軽ダムパークに向かいます。来ますとちょうど台座みたいな形になってまして、わーすごい、なんかこんな感じになってるんですね。あの鉄骨クラスとも同じようだったのが下流の